お前を忘れない。ジブリ。サプリだな。こんにちは、ゆっくりシャーロック・ホームズです。ん？ゾンビのうめき声が聞こえる。一丁、掘ってみるか。はい、空洞見つけ。村人ゾンビだ。あいつは、いないよね。いたんだね。ふふふふふ、ガードが効いたよ。そうそう。前回のケース114では、ベイカーストリートにいた野良犬を、連れてきて、サプリと名前を、付けてやりました。しかし、度重なるモンスターの襲撃で、サプリがやられてしまい、原子還元処理を、したところで終わりました。しかしですね、どうやら、あちらのサプリは、復活した模様。うちのサプリは、復活しないようです。呼ばれて飛び出てじゃ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 ーんは、なしです。お、この下もあるのか？行くかな？そうそう、いつぞや購入した、マイクとミキサー。分解して、しまっちゃいました。私が、バージョン 1.7 をプレイするときに、生声で実況するべきか、改めて考えます。まだ下があるのか？あ、緑の何かが少し見えた。クリーパーとゾンビか。爆発だな。生きてんのか？ゾンビ。いや、ゾンビは死んでる。でも、動いている。あは、かわいいです。こちらに来られないみたいですね。それじゃ、失礼して。はい、終了。まずいです。入ってきた場所を、忘れました。松明を、置きながら進んできたので、モンスターは地上から来ていると、推理します。つまり、モンスターのいる方へ進めば、地上に戻れるはずです。スパイダーの鳴き声だ。これは、地上で鳴いているよね。どこから来たっけな。お、あっちからゾンビが来た。見つけた、あの階段だ。いてて。振り返るのが怖いね。あ、そうか、エンダーマン狩りの途中だったんだ。でもね、結局、エンダーマンは見つかりませんでした。夜間の戦闘は、色調補正が面倒です。だから、今回はバッサリカットして、ベイカーストリートに戻りました。荷物がいっぱいになったことと、バージョン 1.6 から追加された、石炭ブロックを作ってみたかったからです。情報が古くて、ごめんなさいね。なんせ、撮影したのは、7月なので。そういえば、もう12月ですね。12月といえば、あれとあれがありますね。お、これか？ブロックオブ、ゴール。なんで英語？なんか、火薬みたいだね。木のボックスに収納されています。あ、これはスキンの効果かな？もちろん、逆もできますね。石炭ブロック1個から、9個の石炭に戻せます。次は、石炭ブロックを設置してみます。おーおー、かっこいいね。でもって、再び砂漠に戻り、エンダーマン狩りです。今度こそ、エンダーパールを、得られるかな？あっちに、エンダーマンが2匹います。デートかな？よし、準備完了。ち、ゾンビか。サプリの分まで、頑張らないとね。弔いだな。来るか？よし、やってやる。エンダーパール、ゲットしました。あいつも来るかな？クリーパーなんていないよね。よし、勝負だ。
モンスターの接近が気になる。はよ来い。だから、この音、怖いんだよ。とっとと、追っ始めようぜ。エンダーパール、落とさず、残念。再び、砂漠の地下を探索。逃げ道を確保してと。ゾンビーフ、うまうま。それじゃ、進みますか。モンスター、いないね。平和で何より。と思ったら、クリーパー。後ろ大丈夫？オーケー、ふふふ、お花畑。天井、明るいね。なんか、ここ、めんどくさそうだ。やっぱり、めんどくさいわ。こっちに来られないのはいいけど、いっぱい湧いてる。まどろっこしい。弓、使うか。ふふふふふふ。まだいるのか？俯瞰してみよう。経験値が綺麗だ。のおー、またやってしまった。ダイヤモンド、ダイヤモンドソードがー。まあ、クリーパーが来なければ、出てくるのかー。ここは慎重に、クリーパーを爆破させなければ、ダイヤモンドソードを回収できるさ。ここからじゃ当たらない。落ち着け。とにかく、落ち着け。そうそう、順調、順調。で、今回も、爆発するのかい。私のダイヤモンドソードがー。確か、キーボードの Q キーとダブルキーを、間違えやすいから、Q キーを変更した方が良いと、コメントでアドバイスされてたはず。でもね、撮りためたビデオの編集のみで、あれから新規プレイは、してないのです。一応、モンスターは、片付いたけど、ダイヤモンドソードが。なんでクリーパーが来るかな。おーおー、ダイヤモンドソードが無事だー。あぶねー。爆風で、吹っ飛ばされたよ。お、久しぶり、スパイダージョッキーだ。スパイダーは成敗。スケルトンはバグってるな。あー、イライラ。ふぅー。あれ、4匹くらい、同時に攻めてこられたら、きついね。でもって、またベイカーストリートに、戻りました。今度は、馬の交配を試します。金リンゴが2個必要ですが、金リンゴの作り方が変更されたみたいです。金塊8個から、金インゴット8個に値上げされました。値上げばっかりで、嫌になるぜ。ケース108で、1頭だけ馬を連れ帰りましたが、種類の違う馬を求めて、その後何度も遠征しました。しかし、未だ他の種類の馬を、見つけられません。デモンだから、同じ種類ではありますが、もう1頭連れ帰ってきました。ほら、2頭いるでしょ？お食べ、シルバーブレイズ。おお、シルバーブレイズ、やる気満々だ。待て待て、もう1頭の方にも、金リンゴを与えないと。おーおー、コウマだ、折れそうな足しているね。これ、どうするかな。飼いならされていないよね。ってことは、逃げるよね。手綱で繋いでおくか。この頃、馬一頭につき、一個の柵が必要だと勘違いしていました。これでいいかな。馬に乗れば、移動速度が速いので、遠くに出かけるときに重宝しますが、そのためには道路を整備する必要があります。お時間が来てしまいました。次回は、初のモンスタートラップ制作になります。あ、大したことないやつです。1話で終われるよう、編集を頑張ります。なぜならば、どうしても年内に、バージョン 1.7 をプレイしたいからです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。ケース116でお会いしましょう。
放っておこう。